降りた平内から1905年5月6日は、明治時代の政治家、薩摩藩士。開拓大書記官、内務書記官、警視総監を務め、山形県令、福島、栃木、広島、滋賀県知事など多くの感染知事を歴任。後に、貴族院直選議員となる。薩摩国鹿児島城下山下町に生まれる。 金能を志して、諸国の名士と交流を持ち、黒田清高の門下であった。1872年12月に開拓詩8等出詞となる。1872年8月に開拓大佐官。1873年10月に7等出詞となり、1875年8月8日に開拓漢事1877年1月に開拓券、少書期間となり、 翌1878年11月に県大書記官となる。開拓市廃止後、1882年に内務大書記官となり、同年7月から1883年7月まで山形県令、その後福島県知事に任せられる。1888年10月に三島道常の後の警視総監となる。三島と同じ薩摩人であったからとも、 関係の深い黒田清隆が首相についたためとも言われる。1889年12月24日から1894年1月20日まで、栃木県知事、1896年4月23日から1897年4月7日まで、広島県知事、1897年4月7日から1899年4月7日まで、滋賀県知事を歴任する。 1900年5月8日、近畿勘志向に任じられた。その他、1894年1月23日に、貴族院議員に直選され、在任中の1905年5月6日に死去した。去年60、地方長官人物票を表した、王を勝ちからの人物票は、福島県知事時代、中学校令の交付により、県に、 中学は一校しか認められなくなった。このため、藍津地域に中学を再建するよう尽力し、設立主意起草寄贈。明治天皇からの貸金を含め、寄付金5万円弱が集まり、旧藍津藩校、日進館の流れを組む私立藍津中学が設立された。この記述には、パブリックドメインの本書の本案を含む、ありがとうございます。